1, 2, 3, Japan. It's Mana. Recently, we are suffer from coronavirus. We think coronavirus is so terrible. Coronavirus made our life change. Last time, I called to my mom, my friends. They told me about the situation of Japan. I realized our life is changing because of coronavirus. I'm curious, how about work style? Because my dad work at company in the Philippines. My friends said they cannot go outside and they work at their house. But in Japan, I heard so many people still go to their companies. Today, I'm gonna ask worker in Japan and how change their life by coronavirus. I'm gonna call my dad and my friend, and they are office worker, so I can hear about real situation of office worker. I'm gonna call to my dad. コロナでさ、社会人もなんか変わったりした生活。そうだね、会社に行けなくなるしね、いっぱい変わってるよ。他の国とかはさ、ロックダウンとかさ、外に出ちゃダメとかいうところもあるしさ、うん、だけど日本ってまだ今の時点ではあんまり外に出ないでくださいっていう感じじゃん。だけどどんどん状況が悪くなってきて、まあパパ営業やってるんじゃない、だけれども、うん、お客さんとの会食もできないし。確かにパパ毎日ぐらい会食あったもんね。お客さんとの打ち合わせもスカイプでやったりとかするんだけど、パパの職業的には、うん、その、うん、テレビ会議でも会議は大丈夫な感じ。いやーでも伝わらないからさ、テレビ会議だけだと非常に厳しいね、うん、でよく切れるしね。え、いつもさ会社にはもう本当に行ってないの？それはいつまでとか？4月末まで今のところ。いろいろ事業所があるんだけどもさ、うんうん、ある事業所は別の階でコロナの人が昨日一昨日出て、基本的にはそこを使用禁止にしたのね。何百人も今どんどん迫ってきてるなと。パパの会社ってさ、海外ともやり取りあったりするじゃん、うんうん、結構みんな支障出てるよね。そうしたら海外の人とつながんないとか、アメリカの人と会議する時もスカイプでやってる。パパって結構海外出張とか出張多かったじゃん、うん、全部禁止になった。健康被害もパパの会社は出てる？まだ出てない？出てない。でもグループでは一人出て大騒ぎになってる。1ヶ月そこの事業所は停止。なんてことだよね。政府からは何か言われてたりするの？会社、小池都知事から先週要請があって、うんうんうん、急に在宅にするってことになったんだけど、小池都知事が要請する前はさ普通に行ってたわけじゃん。でなんか日本ってマスク少ないって言われてたじゃん。マスクしないで来てた人とかいる？会社の中で。若干ね、どうしてしてないのって聞いたらマスク買えないって言ってた。で今は会社がマスク買えない人用に支給するっていう。みんなはやっぱりその健康面で怯えてたりする？志村けんさんが死んだのはみんなショックが大きいって言ってるね。志村けんさんが亡くなったことで、うん、コロナに対しての意識が変わったって感じかな。だと思うよ。日本って飲んで帰る文化ってすごいあるじゃん。うん、それも禁止。電車もガラガラなんだよね。ガラガラってほどではない。でもみんなマスクつけてる？もちろんそうだね。まだまだ満員電車に近い。そうなんだ。ここ1、2ヶ月、うん、タクシーがすぐ拾えるの。一番初めの感染でさ、有名だったのがタクシー運転手。そうだよね。日本、うん、それ結構大騒ぎになったよね。日本でも結構意識が変わってるって感じかな。だけど、まださ、変わらないのはやっぱり電車とかね、うん、まだ完璧に変わってるかっていうと、そうでもないと思うんだけど。パパのさ会社はさ在宅勤務になったけど、通わなくちゃいけない会社もまだあるってこと？いっぱいある。多分半分以上はそうだよ。本当だったら在宅勤務で大丈夫なはずな会社もまだ行ってたりするところもある？いや、あるある。パソコンが間に合わない会社とかあるなって。あー、一人一人持ってないってことか。会社に、うん、アクセスするような仕組みがないとか。なるほどね、うん、ありがとう。He said they want to work at house, but programs are environment is not ready yet, so it's difficult to work at their house. But recently, the situation of Japan is really changing. Japanese realize coronavirus is so terrible. But I want to hear another opinion, so I'm gonna call my friend.
会人がコロナによってどうやって変わったかとか意識とか聞きたくて、日本の今は在宅勤務で会社には行ってないってことかな。会社ので働いてる人の多分ほとんどが今会社に行ってなくって。あ、そうなんだ。でも私はちょっと仕事柄、会社に行かないといけない時もあったりするから、電車って結構まだ混んでたりする？時間帯によるんだと思うんだけど、正直減ってる感じは全然しない。あ、やっぱそうなんだ。日本の移動するものってさ、電車が結構ほとんどじゃん。なかなか車通勤してる人とか東京はちょっと難しい。会社でも結構意識変わってたりする？コロナに対して。3月入ってから中旬以降とかまでもまだやっぱり出勤する人の方が全然多くって、在宅推奨ですよって言われてるのに在宅しないみたいな。個人的な意見だけど、自分の上司が在宅しないと多分部下もしにくくて、結局来なきゃいけないんだなって思っちゃうと思うんだよね。なるほど、めちゃくちゃ日本の文化だよね。小池知事の会見を得てから、自宅勤務しない人の方が悪だみたいな感じに考えがガラッと変わって。じゃあ結構さ、政府とかさ、都知事とかの意見は結構日本人にとって強いってことだね。そうだね。疲れるってみんな言ってた、在宅。日本って結構会社イコール行くものって思ってる人はまだいるかもしれないよね。結局私の上司も今のところほぼ毎日行ってるし。そうなの？どうしても行かなくちゃいけないんじゃなくて、自分でその行くっていうのを決めてってことかな。行った方がいいなって思って行ってる感じだから、行く理由がないわけじゃないんだけど、IT 企業で今こんな感じだから、多分もっともっと古い会社は全然在宅じゃないんだと思う。日本人の意識的にはさ、結構恐れてる感じかな。志村けんさんも亡くなっちゃった報道が今週月曜日にあって、みんな結構ショッキングだったというか、人事だとどこか思ってた人たちが、より身近な人の死を持って、すごく怖くなって、もう今は結構 Twitter とか Instagram とか見てると、ちょっとでもこう友達とご飯出かけてたり、飲みに行ってたりとかする人を見つけただけで、やっぱすごい嫌悪感があるし、Twitter とかでもなんかバカなんじゃないのみたいな投稿してる人とか、たくさんいて、今はちょっとずつ会社のワークスタイルも変わってきているっていう感じかな。そうだね。なんか変わらないといけないって少しずつみんな思ってきたんじゃないかなとは。なるほどね。ありがとう。I am so shocked because Japanese people still go to their company. If boss goes to the company, the staff are not sure I can stay at home or not. I think they feel like a little bit guilty. In Japan, big transportation is train. My dad and my friends also say there are still so many people in train and light. Right now, we say the people'sDistance is important, but the population in the train is so high. So I really worry about them. But in Japan, so many people don't have car because it's so expensive. But they have to go to their company. So complicated situation, actually. In Japan, Shimura Ken, he is comedian and he is so famous. He made so many Japanese people happy. He is important person for us, but he passed away because of corona. My dad and my friend said it was so shock to Japanese people, and then Japanese realized the coronavirus is so terrible. That's all. What do you think? I was born and raised in Japan, so I hope not so many people infected by coronavirus. I really hope not only Japanese people, but also all of people stay safe and stay healthy. I was a little shocked to hear train's population. There are still so many people in the train. I really worry about that. Not only economic, but also our health are important. I hope that the situation is changing better and our life will be come back soon. Thank you so much for watching. If you like this video, please subscribe our channel and follow my Instagram, Manaharo. See you on the next video. Bye bye.